内海利勝ラブ&ピース同じ空の下から。この番組は株式会社パリミキ、インティグリティジャパン東京、登る靴店スーパー G、 EM 生活、 PCI ジャパンの提供でお送りします。いくつもの道筋が見えてくる。美しい国の美しいメガネ、パリミキは創業100周年に向かいます。あはは、パリミキ、パリミキ、アメレのパリミキ。あなたの人生を豊かにする会社、キャリアコンサルタント、ケアストレスカウンセラー、インティグリティジャパン東京。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、EM 生活。PCI ジャパンではエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。先週はすいませんでした。あ、大丈夫ですよ。まさし兄貴が頑張ってくれた。ね、うちみ兄貴の代理で、まさし兄貴が ずっとやりたがってましたよ。そうですか。よかった。いつも言ってよ。だあ、本当に。じゃあね、また何かあった時は。やりたくしょう。いや、いいですね。よろしくお願いします。まあ、まさしさん、ありがとうございました。いえいえいえ、うん、ね、よかった。で、この間のチャドっていうところで やったんですけど、うん、政治も一緒に来てくれて、あ、はい、あ、横浜組んだりか、組んだりか、政治さんに電話しなきゃ。サムズバーじゃねえんだからみたいな。俺の距離がサムズバーぐらいの距離だからね、うん、近いんですよ。あ、そう、そうか。もう、池尻大橋だ。はいはいはい。歩き圏内。歩き圏内。お、いいですね。張っても帰れる。張っても帰れる。ベロベロになっても帰れる。気持ち悪くなることが多いです。じゃあ1曲目、CCR、はいはい、なんか内海さんが CCR 珍しいですね。好きだよ、俺結構。じゃあかけるのが、かけるのも、うん、そうだね、うん、あんまりかけてないから。そうですね、前かけたかもしれない、1回ぐらいかけたかもしれないけど、うん、あの戦争、あの、あ、なんとか見たかいみたいな、うんうん、雨、うん、はいはい、あれをかけたら、あれをよくかけてた。あ、そうですね、うん、じゃあ、なんて曲だっけ。99&1/2。あのね、うん、やっぱりあのジョン・フォガティも、あのスティーブ・クロッパー好きだったみたいで、うん、その人が作った曲をやってるんですよ。あ、そうなんですね。それで急遽変えちゃいましたね。そうですね、曲目急遽変えましたね。じゃあそれで行ってみましょうかね。はい、99&1/2 CCR でお願いします。もう、忘れないようにしなきゃ。トム・ジョーンズみたい。割れちゃってんだもん、もうマイクが割れちゃってんだ。あ、声量がすごくて、なんかトム・ジョーンズって懐かしいな。トム・ジョーンズ、そうか、うん、デビュー、うん、こういう感じなんですね。
なんかオーティスのために作った曲だな。うん、え、誰のために？え、オーティスのために。オーティス、オーティスレディング、オーティスレディングのために作った曲。いや違う違う違う、だから、うん、ためのような気がするって。ああ、そういうだけの話だけど。ああ、うん、ありがとうございます。すいません。なんか CCR っぽいですね、この感じが、ね、うん、やっぱりサンフランシスコのバンドなんだよね。あ、そうなんですか。イメージ違うもんね、うん、南部っぽい感じするけど、うん、うん、サンフランシスコ、サンフランシスコ、サンフランシスコのバンドって結構多いですよね。多いね、うん、あのポール・バターフィールド、そうだね、うん、ポール・バターフィールドもそうだったし、あ、サンフランシスコっていうと多分グレート、あれカリフォルニアかな、うん、カリフォルニアとか学生が多いところが、うんうんうん、あの多かったみたいね。学生が多いところ、うん、あれこれちゃいます。はい、わお、おお、ね、サンフランシスコ、サンフランシスコのチャイナタウン、チャイナタウン、すいません、ちょっと古かった、よくわかんない、すいません、よくわかんないです、知らない歌ですからね。嘘、え、チャイナタウンって知らないですか。淀歴史の歌、違う、昔の歌かもしれない。あ、そんなの歌あった、わかんない、あ、そう、まあ、かんない、昔母が歌ってたのか、母が歌ってたのだろう、すいません、はい、サンフランシスコの匂いを感じるんだか、あんま感じないから、どちらかというと南部系のイメージが、そんな感じですね、田舎の方のね、うんうん、そういう売りがあったけど、ええ、でも実際はサンフランシスコのしがないバンドマンでしたね。ああ、そうなんですね。でもスティーブ・クロッパーが好きだっていうのは、うん、なんとなく俺ねギター聴いてそう思ってたんだよね、なるほどな、今納得しましたね。これは最初の方のアルバムで、あ、はいはい、あの、うんうん、iPod スペアロンとかね、そういうのもやってるんですけど、うん、ええ、それじゃそれをかけようと思ったんだけど、うん、スティーブ・クロッパーが入ってるんで、ええ、入ってるっていうか、急遽変えたんですね、その急遽やりかけようかなと思って、ええ、じゃあ、うん、2曲目をね、2曲目、で、何でしょうね、これは、うん、ターザン、ターザンですね、わかりやすい、わかりやすいですね。題名で何？うん、あれ題名で選んだんですか？ターザンなんて。ターザン、あーって感じがするけど。ジョニー・ギター・ワタソン。わお、お願いします。うん、だいぶ読めないですか？ターザンは読める。ターザンは読める。あとはよ、よくわかんない。なんか本当ターザンだ。うん、ありがとうございます、うん、これジョニー・ギター・ワトソンって昔の人、昔の人です、うん、だけど日本で死んじゃったね。あ、本当に？そう、なぜ？横浜だよ。あ、そうなんですか。横浜のブルースカフェだったっけな、うん、そんなようなやってて、ライブライブに
ライブ5人、5人、あライブ前じゃ死んでいないわけだから、ライブ5人ね。そうなんですか。そうなんです。へえ、かっこいい。日本でも結構人気あったんだけどね。こういう感じ好き。あのあれですよ、不動の方ののあのお店、あもう今はもうなくなっちゃったかな。エティーバーも関係してたかもしれない。あ、そうなんですか。かっこいい、うん、何年前ぐらいなんだろう。これ何分ぐらいだろう、うん、結構長いかな。これ何分ぐらいですか。あと2分半、ありがとうございます。結構長い。そう、うん、そこ。あ、そうですか。いいんじゃないですか、かっこいいから。いいよね。なんか、タジャの割におしゃれですね。うん、なんか、うん、感じがおしゃれ。なんか最初の出だしはね、ちょっとアフリカっぽく入ったけど、あそう、ね、うん、ターザンですね。ターザン。でもなんか今なんかこうちょっとシティっぽいじゃないですか。文鎮のように置いて、はいはい。はい、行きます。はい、はい、ターザンです。なんかかっこいいですね。いいですね、うん、あのこの方も日本で亡くなった。横浜ですよ、ブルースカフェっていう、うん、多分お店だと思うんですけど、ね、おライブレストランみたいな。ああそうなんですね。でいくつぐらいの時に、ね、まあだから、うん、生きてたからね、この時はね、この時はね、お亡くなりになった。50、40、50近かったのかな。あでもそんな若くて、うん、そうだね、50は行ってたかもしれない、うん。でもおしゃれですね今。ターザンなんかね、最初なんかちょっとアフリカチックなような感じで始まって、うん、途中なんかおしゃれな都会に行って、ね、また最後はまたアフリカになって、戻る。うん、すごい気に入ってしまいました。そうですか。はい、ありがとうございます。記念にターザンですか。いいですね。で、うん、あれどうしようかな。もう一曲行ってから、もう一曲行きましょうか。それともメール行って、じゃメール行きましょうか。メール行っちゃいます、はいはい、じゃあクリチャマスさん、はい、
ありがとうございます。いつもご丁寧に、うん、川崎 FM ラブ&ピース制作スタッフの皆様、うん、今日もお疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。クリちゃんマンさんも2週間前の宇宙ミッションキャロルからの50周年特別企画放送では、うん、スタジオまで押しかけてしまい、うん、すみませんでした。いえいえ、ありがとうございます。あ、そうだね、キャロル特集というか、まあやりましたね。そうです。放送の妨げにならないようにと通行人のふりをして時折スタジオの内の様子を伺っていたのですが、わかりますよ、もうしっかり決まってるじゃん、ね、もう顔はバレてます。限られた時間内での収録にスタッフの皆様の緊張感が伝わっていました。あ、そうですか。うん、放送後には記念撮影にまでお招きいただき嬉しかったです。今日は宇宙ミッションの復活祭ですが、あいにくゴールデンウィーク前の仕事が忙しくてスタジオまでは行けませんけど、宇宙ミワールド並びにスタッフリスナーの皆様からのリクエスト曲を楽しみ、ね、放送終了まで拝聴させていただきます。ありがとうございます。番組の趣旨としてはかけ離れたリクエストになりますが、最近宇宙ミッションと新井武さんとのライブで師匠が、あのこの曲はいいよと一押ししていたあいみょんのマリーゴールド、うん、音楽には年齢の差も国境もジャンルもありませんね。あ、言ってたんですか。言ってたかもしれない。調子に行くとばっかり。でも、じゃあ、あいみょんのそのマリーゴールドは聞いていいなと思って。いや、とわかんない、覚えてない。そうなんですか。一押ししてましたって書いてありますけど。はい。たまには気分転換に、え、癒しの方角も良いのかと。それでは、ラブ&ピース、ありがとうございます。あ、でも、すいませんね。うん。伝えるだけでよね。覚えてないんですね。覚えてないんです。お飲みになってたんですか。飲んでたかもしれないけどね。うん。まあ、ありますね。まあ、適当なんですね。まあ、そういうこともありますよ。すいません。ですって。でも、クリちゃんさん、そのうち、探してあったら書けますね。うん。パカパカさん、ありがとうございます。うちみさん、みさん、こんにちは。気がつけばもう4月も終わりですね。世の中的にはゴールデンウィークらしいですが、日本の国民の皆様は今年旅行に行かれたりするのかしら。いやー、そう、どうなんだろうね。どうなんでしょうね。行く人は行くと思うけど。ああ、そうですね。行かない人は行かない。行かない人は行かない。そう、そうですね。まあ、それは金がねえとこだ。えみさんはそろそろ海の女に変身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 、黒から白へと変身されそうな面の変身みたいな、そう書いた、普通の変身の字に書いた。今日は師匠の選曲ですね。楽しみにしています。私すぐ焼けちゃうんですよ。もうなんかちょっと黒くなりつつあるでしょう、ね、そうだね。冬と夏用と、そう、もうだって2回ぐらい行っただけですぐ黒くなる。あ、そうですか。はい、すいませんね。黒くなりやすい体質なの。なりやすいですね。うん、赤くなった男が黒くなる。あなたが黒で喪服着てる時、あ、ごめんなさい、何人だか分からなくて。もう忘れましょう。それちょうど真夏だったからね。そうか、髪の毛も冷やして、ね、日焼けしてまちゃちゃだ。そうです。本当に嫌ですね、変な大人。俺も文句だしさ、意味が分からない。一人で行くの嫌だったんです、あの時。だから宇宙海さんね、宇宙海さんもほら人から見れば変わってるじゃないですか。ちょんまげおじさんだし、ミュージシャンだし、変わってるって背が高いし、一緒にいれば間違いないと思う。普通じゃねえ。というわけでありがとうございました、ね、その説は。はい。いえいえ、とんでもない。ちくろさん。はい、こんにちは、久しぶりのちくろです。うん、おー、久しぶりだ。内海さん、体調はいかがですか。うん、大丈夫ですか。あんまり良くない。そっか、ちょっとマイクのカルチが。あんまり良くない。そっぽ向いて話してますけど。意外に話してる。この時期、寒暖差で体調崩されてる方が多いですよね。自律神経が乱れるのが原因だそうですよ。うん、そう、あ、そうかもしれない。おー、鎖骨の下が開くのが良いようです。鎖骨じゃないか、どこ、何、猫背の反対ね、猫背の反対ね、スポーツクラブの友人たちも膝が痛くて、目が覚めたとか、腰が痛くて起き上がれないとか、ああ外科的な不調も多々あります、うん、私も腰が痛いですよ。内海さんも皆様のも無理せずのんびりなさってください、うん、今日はどんな曲かな、うん、うん、感じですね。あと後半は後で読みましょうかね。はい、はい、うん、じゃあ、じゃあ3曲目いきましょうかね。はい、これはスティービー・ワンダーで、はい、うん、なんて聞こえる、オーバーレッド、オーバージョイ、ジョイ、オーバージョイかですね、オーバージョイ。お願いします。スティービー・ワンダー、お願いします。今何て言いました。
青バレのどこから赤すぎ赤すぎ意味がわかんない。え、なんて意味赤すぎみたいな感じですね。オーバーレッドでしょ、うん、赤すぎ、あ、赤すぎね、赤すぎ、若すぎじゃん、あ、そうだ、これは反対してたんだ、うん、昔、うん、わあ、いいですね、いいよね、うん、シリアンじゃどっから聞いてもいいよね、だダサくがないってことなんだろうな、うん、うん、よろしいですね、これは本当に、取れるかな、曲あと2曲で、これ長いですか、え、何長い、これわかんない、なもう何分か、いや、これは何分ですか、あ、そうですか。ありがとうございます。保険でもう一個。次、あの、グレードのレッドかければいい。あ、次これですよ。テンダ、うん、テンダリー。テンダリーか。テンダリー。テンダリーでもいいけど。うん、なんかもう一個選んどきます？うん。そうだね。ね。だとしたらどうだろう。ここ今。だったら一曲目、あの、じゃ、あの、あれ、CCR の1曲目から言おうか、今、これ次、これが入ってたから、うちのさんの最後、矛盾、え、何これ矛盾、あ、ごめんなさい、見えないか、見えない、あの矛盾が入ってる、矛盾って、リクエストじゃないけど、うん、文の中に矛盾が入ってるから、うん、あ、矛盾かけてもいいかなと思って、だとしたら、あ、矛盾の矛盾じゃダメ、あ、矛盾でもいいよ、矛盾の矛盾、何曲目だっけ、何曲目だっけ、2曲目、2曲目、2曲目か、じゃあ一番最後に、はい、すいません、ちょっと待って、なんていい曲ばっかり作るんでしょうね。本当だよ ね。これみんな自分で作ってる曲。そうみたいよ。はい。ダサくがないんだよ、だから。うーん。カバーとかも知ってました。やってたね。うん、やってた時もあったけど、それはああいう時だからな。うーん、後半はもうほとんど自分の曲ばっかりだよ。いい曲いっぱいあるんだよな。いい曲、はい。アルバムごとに全部違うしさ。うん、はい。はい、スティービーワンダーいいですね。いいですね。どっから聴いてもいいって感じだね。うん。アルバム結構 2枚組とかをいっぱい出してるんだけど、そういうのでもどっから聴いてもいいもん、ね。うん、A 面、B 面。うん、まあ、アナログ版の頃だったんですけど、ね。金太郎飴みたいな。どっから聴いてもいい、ね、金太郎飴みたいな。そうですね。うんうんうん、美味しい。美味しい。美味しく絡んで冷たく逃げるみたいな。え、何もう一回、冷たく逃げる、冷たく逃げる、そういうのよく言われたんです、スタジオ入るとね、あ、そうなんですか、美味しく絡んで冷たく逃げてくれるんで、美味しく絡んで冷たく逃げる、これそれ業界用語なんですか、業界用語、どういう意味なんだろう、いや、あの、美味しく歌に絡んで、でそのままさりげなくこう、あ、冷たく逃げる、冷たく、あ、そういう意味、美味しく絡んで冷たく逃げる、ほう、面白い、なんか時に使わせていただこう、なんかよくわかんないけど、そういうふうにやれたことがありました、ね、うん、ああ、そうなんですね、どういうんだよってわかんなくなっちゃったけど、へ、面白い、いろんな、あの、うん、用語ってあるじゃない、なんか、うん、その、まあ、いい線、ゲーセン貸してくれるとかさ、ああ、
いい線が3000円で、5000円、ゲーセンが5000円なんですよ。ああ、うん。チェーマンとか言うと1万円。おおおお。全然。ゲーマン貸してくれるんです。私50返さねえんだけどね。55歳の時に芸中芸って言われてます。芸中芸。芸中芸、芸中芸だねって芸中芸って55なんだ。55なんですか。そうですね。その後略されてゲゲって言われて。ゲゲゲ。なんだろう。ゲゲゲの鬼太郎じゃん。ね、本当勝手なこと言わないでくださいって感じですよね。はい、うん。じゃあ、はい、グレートフルデッドです。あ、じゃねえや。違う。その前にプリテンダー。全然。本当なんだ。エラン。エラフィッツラルド。おー。アームス、ルイ・アームストロングがね、はい、デュエットでやってるのあるんです。え、これ。そういうアルバムですよね。ルイ・アームストロング。そう。あ、さっきの写真そうなんですか。そうですよ。へえ。なんか違う人に見えた。オペック膨らましてたじゃないですか。あ、おお、ね。どうなんだろう。うん。へえ。あ、そうそうそう。あ、え。ほら、一緒にやってるの。なんか全然違う人に見えるけど。あ、そうなんですね。そうなの。ええー、素晴らしい。あ、聞いてみたい。これいいんですよ。あ、もう良さそうですね。すごい良さそう。それぞれソロが、それでも全然いけてるんだけど。ええ、ええ。うん。二人でやってるからね。わあ。一つで二度美味しいってやつ。デュエット。デュエット。でもね、うん、なんていうのか、あの、音程が合ってないようなもんかな。あの、ハマってるんだけどね、うん、ハマってるのに聞こえない、聞こえる時と、そうじゃない時と。うん、いろいろな感じがそれぞれが強いからそれもあるんだろうけど、どうなんだろうな、我が道を行くっていう感じの人たちだからね、それが、うん、だからあのボーディドリとさ、チャックベリーが一緒にやってて、あのずっと通称に二所で、あのなんだっけ、ツーコーラスぐらいずっとキーを間違えてるんだ、でも、もう変えないわけ、普通さ、パッと変えるやん。うん。変えないんだよ。でも、あっちゃん。いじめ。そういう。お互いに意地悪し、試合一個してる。意地悪し、試合一個。子供みたい。子供だよね。わー。ちょっと聞いてみたいですね。じゃあ、それ聞いていきましょうか。はい。で、曲はじゃあ、テンダリーでいいんですか？テンダリーですね。はい。お願いします。はい。この写真なんかなんかいいよね、うん、でもなんか違う人に見えた。そうそうそう、全然目音漫才っぽいよ、ああお笑いっぽいよそうだった。エラ・フィッツラルドとさ、カレン・カーペンターと一緒にやってた時があって、その辺がすごい、彼も負けてなかったもんね。お、全然カーペンターズのお兄さん、カーペンターズの妹と、妹だからボーカルよ、あとこの女の人がやったの。そうそう、ああそうなんですね。お互い好きだったんだよね。まあ一生に一度ってあるかないかだよな。まあそうですね、そういう多分カレンが好きだった人がエラ・フィッツラだったんじゃないかな、へえ。でもカレンはジョン・レノンが言うには、世界で一番美しい声してるのはカレン・カーペーターだ、言ってたね。なんか英語の勉強にすごいいいって言いますよね。そうかな、発音もとっても綺麗でって。あ、そうかもしれないね、うん、ビートルズの歌もそうですけど、なんか見た目によらず可愛い。そう、可愛い子してる。へえ。ごめんなさい。見た目大事ですからね。いや、ちょもっとこう太い、ちょっとな、何あの人みたいな。ああ。名前だっけ？いるね。あ、内海さんが好きな、うん。名前忘れちゃった。お風呂場で歌ってるような。ビリボリデとかね。ああ、じゃない。もう一人の人。うん。の感じの声かな。ああ、そうだね。ちょっと太いような。あのブルース系が多いんだよ、そういうのは、うん、おう、この人ブルースでもないけどな、何でもやっちゃうって感じだ。おう、でもね、最近結構多いよ、黒人の、うん、あのアイプトスペロニューを女性が歌ってるんだけど、コマーシャルで歌ってるんだけど、めちゃくちゃかっこいいもんね。へえ、いいですね。
やでも素敵、これいいですね、いい、こういうアルバム好きだ、こういうのあるとはね、うーん、知らな、みんな皆さんも知らないと思うんで、知らないですね、はい、メガネ取ろう、これああ、これはルイ、ね、ルイアムストロンすぐわかるけど、ね、声が曲素敵なのにテレビがひどいのお前、あれ漫画だよ、なんか似てる人みたい、やめて、見ちゃうけどやめてて、あテレビがすごかったおかしい一瞬びっくりした、うん、いいですね、これみんなこんな感じなんですか、うん、バラード系が多いですよ、うん、フィッツェラルドって言うんです、もう一回言って、フィッツェラルド、あフィッツェラルド言いづらいですね、うん、ちょっと言いづらい、フィッツェラルド、エラフィッツェラルド、何回も聞かれた、結構向かい向かいっていうか50年代で有名な人ですよ、あそうなんですか、50年代、うん、うーん、だからルイも50年代からやってるからね、うん、そう、はいはい、はい、うん、結構太い声もすごい、うん、いいですね、いいですね、うん、あの昔の方がいい曲もあるし、ね、まあ、時代背景がいいのかな、うん、なんか そんな風に感じ、なんか情緒があるっていうかな、ね、そういう人が多いんだよね、うん、今と比べるわけじゃないけどね、うん、このいいものがいいっていう、見かけによらない、なんかね、そうだね、可愛らしい声、可愛らしい素敵ですねあなたルイって分かんなかったんで、分かんなかったでしょ、この写真が分かんなかった、写真がね、あの、うん、ほっぺたをこう膨らませてないと分かんない、うん、そうですね、うん、異常に膨らんで、あの日の寺間さんも最近膨らんできたけど、うん、みんなあんなっちゃうのか、吹いてるからね、吹いてるからそうなっちゃうのじゃないですか、そうか、うん、筋肉は伸びるんですよね、よくわかんないけど、うん、まあ、素敵、またかけてくださいね、はい、これ1950年代とか、そうですね、好きだな、まあ60年代、うん、これは発売されたのは多分60年代かもしれない、ね、うん、あー、うん、素敵、まだあれですよ、ビートルズが出る前ですから、ね、あー、そうですね、うん、じゃあメールの続きいっちゃいますね、はいはい、ブスカちゃん、はい、はい、ウィスです、ブスカです、うん、またいいよいいよ松本いいよね、まあ、いよいよ松本いいよ好きですね、いい、4月28日より、うん、さあポール・マッカートニーの、うん、マッカートニー教ですね、さあってつけてね、うん、北米ツアーが始まります、うん、ワシントン州からのスタートですね、うん、セットリストが楽しみです、おさて先日のキャロルラストライブの質問の件です、あ、ま、戻りましたね、質問先日あのブスカちゃん質問してくれた、それのあれですね、オープニングのファンキーモンキーベイビーの始まりの部分の音が出なかった件です、あ、しつこくてすいませんが大事なことです、うん、ご存知のようにこの曲はうっちゃんの切り裂くようなギターのフレーズで始まりますよね、うん、そうですよね、なのでこのスタートの音が出なければ、うん、みんなの演奏も始まらないので、うん、音が出ない時点で頭からやり直しになると思うんですよね、うん、なのでオイラの頭の中ではこの矛盾が理解できません、どういうことなんでしょう、どうなんだろうね、分かりやすいように教えてちょんまげ、考え、俺も覚えてね、眠れなくなります、うん、1曲目そうだったかなと思って、
あでも聞こえづらいのは、うん、確かだったかもしれない、うん、ね、この間のあれ聞いててもそうですね、うんうん、そうなんだよ。矢沢さんが雨降ったけどなんとかやろうぜみたいな言って、うん、その声の後に知らないうちに君はファンキーモンキーって宇宙部さんのギターフレーズが聞こえなかったから最後のキレキレの部分を持ってきてかけてかけたんです。なんでだったんでしょうね。多分わかんない、多分わかんないなんかまあノリで言ってしまったって感じなんでしょうね。 それで燃え尽きるキャロルっていうタイトルがもうすでにあったから、うん、だから燃やしたようなもんですから、うん、でもまあ最後にね、かけた、またやった。エデンの東がね、よかった。その前にほらね、ルイ・ジャンナも、はいはいはい、ファンキー・モンキー・ベイビーもかけて。全然やってるってことですね。うん。まあ、ファンとして見ればよかったんじゃないですか。いやいや。うん、もしかじゃ分かんないそうです。はい、ありがとうございました。はい。はい、メールは。以上で、以上ですか。以上です。じゃあ行きましょうか。あ、そうですね。そうそうそう。グレートフデッドの前、うん、前内海さんに書いたやつだよね。そう言ってた。あれとは違うんでしょ。うん。でもライブ版が多いんだよね。どっちかっていうとね。みたいですね。でもこれライブ版じゃなくてスタジオバージョンで。あ、そうなの。うん。ロイヤルジョージが亡くなる1年前に、グレートフデッドがフューチャリングロイヤルジョージ。ロイヤルジョージが好きだったんだ、ね。うん。これなんかプロデュースしてるアルバムなんか。行きましょう。グッドラビング。あ、いえ。そうなんですって。すごいなんか楽しそうに歌ってるんですよ。でもこの方はもういないんですか。ま、いないですね。2人ともいないですね。2人ともいないね、うん、死んじゃっていない。古き良きいい時代。そうだね、うん、古き良き時代って感じで、ね、これはな、これ結構出してるよね、グレートフデッドってね。なんかすごいいっぱい出てる。スタジオ版もライブ版も出してるだろうと思うけど。おお、なんかいろんな。スタジオ版がの方が少ないのかな。うん。ライブ版が多いわ。ね、どこどこライブのライブ版の、うん。みんなついてっちゃうからさ。ついてて。ゾロゾロゾロ、ゾンビのようについてる。ゾンビ。宗教っぽいとこあった。うん。ね。うん、寒そう。あれはもう、うん、ライブ復活してんですか。何を。いつからライブ復活。ああ、明日、明後日か。明後日か。川口湖で。川口湖。あれは何、テルと。あ、ハープのテルさん。そうそうそう。ずいぶん遠くでやるんですね。ん？遠くでやるんですね。うん。金持ちのプライベートキャンパーじゃないの。
あのブスカちゃんのやつは関係ない、あれとは、あれとは違うみたいな。へー、あ、キャンプ場でやるんですか。そんなこと言ってたね。グランピング、んグランピング、あ、グラ、じゃあ結構素晴らしい、そうプライベートライブ、あ、プライベートライブなら金持ちの余興だよいいんじゃないですかそういうところに呼ばれて素晴らしいです、まあ、ありがたいけどさ、うん、グレートウデッドでしたね。これね、うん、確かあのジョ、なんだっけ、飛行機事故で亡くなった人の曲ですよ。あ、グッドラミー、あ、そうなんですか。確か元は、うん、元はね、確か飛行機事故で亡くなった、うん、あの名前なんてたジョニー・サントスだったんだけど、読めない、読めない ちっちゃいんだもんそう、いや、そうなんですよ。ちょうど間からちょっと内海さんのさっきもブスカちゃんのメールにあった、うん、リクエストじゃないけど、矛盾って言葉が出てたんで、矛盾を聞きながら、はい、はい、うん、この矛盾のアルバム出しても結構経ちますよね。もう2年経っちゃった。あ、2年経っちゃった。そうか。だから本当は1年に1枚出したいなと思って。うん、そうですね。もうやばいよね。うん、そろそろスピードを上げてやっとかないと。あ、3年ですか。あ、3年3年目だよ、うん、ね、やばいよ。あのマードックさんからね、そういえばね、伝えてくれって言われてました。ああ、うん、ラッキーパンチのアルバムは一体どうしたんですか。それも含めてやろうと思ってんだよ。ああ、うん、もう曲目とかは、うん、あと、あ、まあ俺は今までの曲焼き直すかもしれないけど、まあ、1曲ぐらいは1曲新しいの作るかと。まだしはできてるのかわかんないな、うん、できてんじゃないかな多分、うん、2曲2、3曲は。ああ、そうなんですね、うん、だと思うけど、うん、また演奏する人によって違ってくるからね、全部変わっちゃうね、うん、そう、ということ。じゃあ今年中ではないのかな。今年中にしたいなと思ってるけど、ね、あ、うん、じゃないと50周年終わっちゃうからさそうですね50年半世紀生きて何なの、うん、何だったの、うん、なるはやで作るということですですね。そうだね、はい、うん、頑張ります。なんかだって7月6日にはこの間のあのボボボリミテッドの、うん、ね、と一緒にやった、うん、うん、日のいずるところってなんかそれが出るからね。ね、出るそうです。その後ぐらいに頑張れば、うん、頑張ってやりたいと思います。そうですね。うん、よかった。そうなんです。時間がないからね。時間がないからね。死んじゃうかもしれない。みんなみんな日に日に、ね、みんな死ぬけど、ね。そうですよ。一度は死ぬけど。うん、一度そんな何度も。二度も三度もしない。そうですね。はい。ということでこれを聞きながら次のコーナーに行きます。はい。はい、引っ張ってください。ノボルクツテンスーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドアです。元気よくのぼるさん、よろしくお願いします。はい、鶴巻のぼるです、はい、よろしくお願いします、はい、ジェットエアライナ ー、 スティーブ・ミラーバンドです、ね、あ、いいね、はい、1976年ですね。そう、フライライカンイーグルの LP に入ってます、うん、っていう感じですね。いいですね。ミラブルースバンドって言ってたんだね、最初は、ね、そうだからブルースばっかりやってたんだよ、うん、1973年がね、ジョーカーで、うん、その前が多分ボズがいたんですよね。そうかもしれないね、でもボズがいた時はあんまヒットしないんですか。ヒットしてないのよ。俺の好きな曲はセーラーとかってのかけてたんだけど、うんうんうん、たまにかけてたり、はい、かけたりするんですよ、うん、だけど、そんなには売れなかった。あんま売れなかったね。抜けたらドンいっちゃったって感じ。お互いにどったから良かったですね。まあそうですね。まあでもね、ボズも売れたもんで、ね、ドカーンってね。そうだね。そういうことですね。はい。はい、湘南海岸、はい、七里ヶ浜、鎌倉高校前あたりでは、うんうんうん、セット原宗、うんうん、
南南西の風、温床が吹いてて、うん、まあ、あのコンディション良くないんですよね。そう、昨日もね、風ばっかりだったんで、昨日あたりからブンブン状況で、うん、ちょっと風がおとなしくなってきたけども、面はあるしってやつですね。うん、あ、そう、うん。やっぱりね、面が大事ですね。そうだね。はい、面連れで行きたいところですね。そうだよね。水温はね 17.4 度、うん、えー、もうだいぶ水温も暖かくなって、ウェットスーツもね、調子に乗ってる人は3ミリジャーフルとかでもう入り出してる、うん、サップ乗ってるサーファーはこの間はもう長袖半ズボンとかの人もいたんで、うん、あ、そう、うん、結構暖かくなってますよね。え、上半身裸の人もいましたよ。あ、いた。そうです、うん、そうですか、ね、うん、早いなと思って。そうです、いましたね。いました。いた。なんかその上にペラジャン着てましたけどね。ペラジャン。ペラペラのジャンバーを。ジャンバーを。一枚。そう、おしゃれで着てるんですか、ね。そうですね。まあ日焼けが嫌だっていうのもあるんですね。そしてスーパージーンのお仲間じゃない。ちょっと知ってる人だったりするんですけどね。ケイスケ君とかコウスケ君とかっていうね。それはまずいです。そう、ちょっとやってましたね。はい、うん。そうですか。はい。そして、週末、うん、連休スタートですね、うん、429から金曜日から連休スタートなんですけども、うん、どうですか、2930 5月1日と、まあ、あの低気圧が来たりとかで、うん、地味にサイズアップしてきそうなんですよ。で、まあ、あのそのサイズアップに伴って、うん、もう一個楽しいあの流れが大潮なんですね、うん、大潮、大潮でその潮の干満の差がでかくなるんで、はい、まあ、あの、うん、いいコンディションで晴れば、うん、なりやすいと、はい、いい波にやりつく可能性が高いですと、うん、午前中が、まあ、ロータイド引きいっぱいなんで、うん、まあ、その引きいっぱい前後を狙って、うん、海に繰り出すと遊べるんじゃないでしょうかと。ただかなり引くんで、うんうん、もうあの怪我しないようにぐらいまで引いちゃうんで、うん、もう 岩肌が見えちゃう。そうですね。だまあビーチのが安全ですけどね。安全か。うん、まああのリーフ岩場で遊んでる時は気をつけないと、うん、危ない、ね、はい、あの転んじゃって怪我するっていうのもありますね。うん、気をつけましょう。はい。まあまあまあそんな感じなんですけど、うん、あ、もう一個ね、あの、うん、5月の1日の日曜日、うん、9時30分、それは何や、逗子海岸で、うん、磯焼け対策っていうのをやってまして、磯焼けってあの前もねちょっと説明したんですけど、はい、ウニが増えちゃったりとか、うん、その、海水温が上がって、うん、海藻がいやいや、育ちすぎとか育たないとか、うん、まあ、そういうのが結構あるんで、今回は、うん、ね、今言った1日が、うん、逗子の、まあ、ローカル、サーファーローカルとか、大崎とか波子不動の、うん、逗子在住ローカルサーファーとかも核になってたりして、うん、そうです。で、私もよく参加させてもらってる、波子スタイルっていうのは、うん、波子不動ローカルサーバーですね、うん、まあ、そこの何ていうのかな、うん、温度取りで、うん、今言った磯焼け対策の、うん、動きがありますよと。で、まあ、今言ったその大潮の午前中引きいっぱいがすごく引いて、うん、岩場が浅くなって、うん、でそのウニとか、うん、取りやすくなるんで、まあ、その駆除をしましょうと。なるほどね。で、まあ、それを駆除することによって海藻がより育つとか、うん、まあ、あとは、うん、サーフィンやるんでも踏んづけちゃうって事故も多いし、そういうのもひっくるめて、まあ、ウニ駆除をやりますよっていう、連絡が来てます。そう、ウニが異常発生してるところも結構多いからね、うん、そうですね。参加は誰でも自由なんですか？自由って大丈夫なんですか？そうですね、特に制限っていうのはなさそうなんで、はい、まあインスタグラムとかで、今言った波子スタイルで見てもらうと、うん、細かい情報が、はい、出てます。それはどの逗子海岸ですか？逗子海岸ですね。はい、肉上大作戦ですね。うん、うん、そうそう。で、まあよくってことは鎌倉も多いのかな。多いですね。で、よくやってるライブハウスとかのサーファーズとかでもこういうの取り上げて、みんな撮ってる。結構こういうところに参加して、意外と大人数でやってる割には、やってる割には減らない、うん、例えば2等車ぐらいで取ったのを持ってっても、うん、実際僕らが現場でサーフィンやってる時に足元見るとまだまだすっごい数いるんで、
おお、まあ全然追いつかないんですけど。中身はないんでしょ。うん、まあまあね、それはそれで食べられるものでもない。またそれをその三浦の方の実験場だか養殖場だかでキャベツを食べさせてそれを養殖するっていうのもやり始めてるみたいなんですよ。まあまあそういう流れもありきなんで、はい、なんか参加できる人はぜひぜひ。5月1日9時半にどこ集合なんですか？逗子海岸、ロードオアシス駐車場、丸和食堂前集合。丸和食堂、はい、丸和食堂美味しいですよ。美味しいですか？うん、刺身定食とか。刺身定食そう、サーフィン上がりにぜひみたいな、ね、海に行って刺身定食を食おう、その生ビール飲んで、生ビールがいいですね。お肉除した後ですね、はい、そうですね、はい、それはいいと思います。はい、はい、そっから、うん、スキー場と、スキー場、はい、雪関係は雪山関係、サクッとね、うん、新潟県湯沢神楽スキー場、うん、いつも説明してますが、うん、はい、積雪は260センチありますので、まだまだ遊べますよっていう感じですね。長野県、営業はしてるんですかね。はい、長野県白馬、津軽系マウンテンリゾート、うん、積雪152、これドーンと減りましたね。あ、そうだ、うん、まあ、ロープウェイ、使って、うん、溶けちゃったのかな、バックカントリーに繰り出しましょうっていうのもやってます。なるほど、ね、はい、私は土日でね、今度津軽系山荘っていう、うん、白馬の方に行ってきますんで、バックカントリー、はい、まあ、これはイベントっていうか雪山の農会ですね。あ、そうなん、はい、兼ねて行ってまいります。帰ってきたら海でウニクジョという感じです。はい、ありがとうございました。さて、はい、来週なんですけどね、5月4日ゴールデンウィークスペシャルで4月1日にブルースギターフォーエバーで公開収録をしたその模様を、うん、お送りしましょう。お送りします。12年目のファンとスポンサーさんに感謝感謝の意味を込めてちょっと喋りが多くなってしまいました、はい、それではまた来週聞いてね。はい、チャオ、ありがとうございました。最後の一つ。ちょっぱいだったね、ヘミさん。ちょっぱい。Time